の中二病っていうのがありました。永遠だぞ。しかもいいぞいいぞ、はい、一生子供のままいいぞいいぞ。なのですごく面白いなっていうのと、この4人の中で一番メンタルが弱いです。初めて言われてません？それなんか、はい、あの目立ってないと死んじゃうっていう。目立ってないと死んじゃうんだから僕なんかうさぎさん寂しいと死ぬうさぎさんやあと永遠の中二病なので身内にすぐ小言を言うっていうのが。ダセーぞそいつ言う。カイドさんが生き生きしてる。いつも言ってる。